ついに新しい世界が見える春木会です。今日はですね、月見人くん、はい、ICL をしに来ました。お僕もずっと視力が悪いんですよ。今もね、コンタクトしてない状態でほぼほぼ見えてないんだけど、その視力低下とドライアイですごい悩んでて、最近ね、アンパンさんやミスズママの娘さんが ICL をされて、すごいね、世界が変わったんです。起きた時から視力が良くなったということで、で今回ね、ICL を施術しに来ております。でこれね、自分自身ね、ガチで目が悪いから、今回ね、視力してもらって、どんな世界になるのか、でダウンタイムとか経過ですねというのはどういう感じなのかっていうのを、この YouTube を通じて皆さんに発信したいの。多分気になってる人いると思うんですよ。痛いのかな、高いのかなとか、どんな感じなんだろうと思ってね、こう不安でね、挑戦できない人とかも多いと思うんで、僕がね、身をもってしっかり実況していこうと思います。ということでね、サフィアタワーアイクリニックと言います。 ICL 業界でもすごい有名なクリニックで、すごい上手なドクターがいるということで、そのドクターに今回ね、お願いしようと思ったら、早速ね、カウンセリングの方行こうと思います。問診票の方をいただいて、早速帰ってきます。社長、じゃあほとんど見えてないんですか。俺本当に見えてない、あの裏側は。僕の顔とか見えてないんですか。誰かわからない。俺心眼があるじゃん、心でついてあるし。このクリニックの北沢ドクターってドクターがすごい有名な方で、はい、芸能人もたくさん受けられてる。おー、タグパムパムさんと、タグパムパムさん来てます。投与中止をお願いしていましたけれども、はい、実際あの投与をやめたとして、いつから一旦止められてます。コンタクト、今回は2日でしたね。今回ちょっと、はい、検査の前 の, あの3日から、3日間開けてくださいけれども、そうです、2日しか外してない感じが、はい、分かりました。すいません。いい、そうですね、3日前は、まあ、外さないといけないです。そうなんですよ、3日前からお願いします。3日前にお願いします。カウンセリング検査するまでに3日間は外さないといけないです。今すでに僕以外にお客様が10人ぐらい待ってます。すごい人気です。また瞬きをしていただいて大きく開けてください。緑の光をご覧ください。はい、そちらです。こちらです。はい、ありがとうございました。これ外してください。見たことない機械ですね。今解析中なので少々お待ちください。すごいな、解析されんの。いいんか悪いんか分からない、うん、こちらが目の表面の写真です、うん、こちらが目の断面です。なるほど、はい、ICL なんですけれども、虹彩と水晶体というところが間に入りますので、実際にはこちらに入ります。なのでここのスペースが狭いかどうかというのが一番手術で重要なんですけれども、この高さ 2.8 以下になってしまうとちょっと手術難しくなってしまうんですが、こちらですね、広い結構広めのスペースがございます。ありがとうございます。全く問題ないです。ありがとうございます。よかったです。はい、第1巻の一番大きいところなんですが、こちらいかがでしょう。目はこんなの上でお願いします。右です。はい、上です。下です。ずるしそうになっちゃうね。インスタグラムのマークインスタグラムのマークみたいな真ん中に乗せたら右ツイッターだし、ね、どうメガネ、いや全く似合ってない最初にちょっと目の診察をします。はい、ございます。こちらの方にお伺いしてください。正面の方に右目、まあね、今日の検査の結果で特に春木さんの目に病気はね、一応あります。あ、よかったです、今日の結果を持って、ね、手術をすることはあります。ありがとうございます。こちらの前に断面です。はい、リーチのような手術は角膜を削るものですが、 ICL は全く別、コンタクトレンズと同じようなレンズを黒目と後ろに入れてしまう。でコンタクトレンズは、ね、基本的ですが、汚れたり足でこうゴロ
ね、します、はい、アイシェードが目の中まで汚れることも気づいていることもあります、はい、ですから眼内コンタクトですね。ただ皆さんどうしてもね、目にレンズでしつこないと思うけど、麻酔は目薬だけです。使用時間は両目で10分あれば早い、すごい、押される感じはあるけど痛くなりますね。おー、いいですね。で、手術終わった後に30分休んで、はい、帰りその日ね、それなりに見えますが、当日は霞んであまりすっきりしません。目薬しっかり使って、翌朝の日に見られてる方気になると思うんですけど、予約されて最短とかだったらどんぐらいで、はい、最短ですとね、あのカレード数禁止とかなんですけど、はい、国内で2週間、すごい、めっちゃ早いですね。ただまあ度数の強い方は在庫がなくて1から作ると2、3ヶ月。なるほど、なるほど。そういう方は目の度数に。なるほど、はい、よろしくお願いいたします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、帰ってきました。おかえりなさい。今日初めてのね、アウシエルのね、カウンセリング第1回目に行ってきました。今回の結果としては、無事に手術してもいいっていう目の状態でした。僕の場合、乱視が強すぎるということで、視力が、まあ、アンパンさんはね、2.0 まで回復してみたいなんですけど、まあ僕の場合 1.5 が限界かなみたいな。でもまあ 1.5 でもね、すごい見えてたから、全然いいと思います。で、今後の流れで言ったら、もう一回ね、レンズを作るための診察があります。でその診察の前は3日間コンタクトをつけてダメっていう、ちょっとそれだけねしんどい、うん、だからちょっと今度メガネ買いに行きましょう、はい、3日間コンタクトがつけれない日があって、でその日レンズの作る最後のチェックを1時間ぐらいして、まあ、その日はコンタクトつけていいんです。でそれでレンズがあったらもう1から2週間でもう手術できます。でもレンズがない場合があるんですよ。僕みたいなこう乱視が強い場合、その場合はもしかしたら3、4ヶ月かかるかもしれないです。それはもう次の1回目の、検査をしてからで、実際最終手術の日はもう10分で終わります。10分で終わるんですけど、まあ、その日は大体3時間ぐらいはね見ておいてほしいらしくて、でも麻酔もあるって、麻酔も注射じゃなくて目薬で痛くもないらしくて、ちょっと押される感じがあるらしい。で終わって2日間はダウンタイムやった人、次の日はもう家から出ないでくれと。で次の日からもう外に出てもいいし、ただまあ一応感染のリスクだけが一番怖いらしいから、こうメガネというかサングラスみたいなのを外に出るときだけは風とか砂とかが入ったら良くないっていうので、サングラスとかはするっていうのと、1週間の運動は禁止、1週間ジムも行けないです。外での野球とかサッカーしてる人は1ヶ月は禁止っていう、目に入る懸念だけを避けてほしいっていう感じで言われました。俺あと乱視はね本当に目が疲れるらしい。だから僕のそのドライアイとか、なんか夜になったらこう目がこうよくやってるのは、やっぱコンタクトのその乱視で疲れすぎてる部分みたいなんで、でなんか70万円です。はい、70万円、うん、でもねコンタクトあと何年つけてるって考えたら、むしろ早くやってた方がコンタクト代考えてもね得だよ、絶対安い。そうそうそうって考えて、来月予約をして、手術はちょっといつできるか分かんないんですけど、2回目のね診察予約しようと思ってますので、また報告します。それではまた、ごきげんよう。おはようございます。今日はですね、アシエルの2回目のカウンセリングで、自分のね目に装着するあのレンズを決めるカウンセリングに今から行きます。でこのカウンセリングの前には3日間ねコンタクトを着用しちゃダメっていうねことなんで、人生で初めてメガネを買いました。リザードのヒカルさんとモンリョーのコラボのメガネを3日間だけのためにねつけておりますが、どうでしょうか。アンパさんと田中からはただのガリ勉学生みたいな感じで言われてました。今日そのカウンセリングが終わったら、もうこの日からコンタクトもつけて、レンズがあり次第、オペの日にちを決めるということなんで、今からカウンセリングの方に行ってきます。はい、よろしくお願いします。2回目のカウンセリング終わりました。2回目めっちゃ早かったですね。あの視力検査もう1回して、レンズの度数を決めました。自分スマホを使ってね、物を見ることが多いんで、近視も見やすいようにあえて1個度数を下げて、1.5 の視力のレンズにしてもらいました。レンズがもしあったら2週間から、3週間でレンズが届くんですけど、僕乱視がめちゃめちゃきついようで、なかったら3、4ヶ月
やっぱりかかってしまうみたいで、10日以内にねレンズの在庫の確認が届くようで、そこからオペ日が決まるということです。ということでまた結果の方報告いたします。ついに本日 ICL の手術の日です。はい、ちょっとね緊張していますけど、どういう経過になるかしっかりね YouTube の方で報告していこうと思います。3日前からね目薬の点眼の方が決まりとなっておりまして、しっかり3日間ね目薬しております。で、混んでると本3日前にても、もう今回はできてます。じゃあ早速ね、手術の方行きましょう。痛いのか痛くないのか、そして終わった後どういう感じになるのかっていうのがね、多分分からない方も多いと思いますし、僕自身分からないんで、まあ、ただ新しい世界が見えたのかなって希望しかない。どういう薬が瞳孔を開くかの話です。こちらお姉さんの薬が、今から、約1時間目薬点で、先週の方が、今日終わった後、明日、そして1週間後、あと1ヶ月後になります。ということでね、目薬を打っていきましょう。今日から1週間目薬の生活が始まります。1日4回。忘れ物だから気をつけないと。忘れ物があるんだ。見てる感じありますか？耳が入ってます、ね、はい、それではいよいよね、耳目の手術から始めます。では両目を開いて、まっすぐ正面、ちょっと疲れるけどそんな感じで前に行きます。手の消毒、お札感じね、強かったのと、最後の診察も受けて言ってくれて、ありがとうございます。こんなに痛いってもんじゃないでしょう。新しいですね。新しい、そうね。みんな体験したことのない感じなんで、宇宙にいるみたい。そうね、あの光がね、はい、結構いろいろなんだから、すごいわ。こんな感じでね、シーツの方が綺麗にね、終わりました。ありがとうございます。まだ響いてますか？今ね、外でちょっと聞きましょう。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。映像もなかなかすごいですよ、これ。映画どうなってたの？いや、もうほんまにこれTikTok やったらセンシティブで多分規制かかるくらい。術直後に感想お願いします。術直後はめっちゃ見ててまだ見上げられない。リアルですね、これ。リアルな映像です。落ち着いて来ると思うんだよ。痛くはないんですか？死にってる感じですよ。ああ、今までそのセラミックもそうですし、はい、マイノス整形もそうですし、はい、でいろんな注射とか入るとかね、いろんなのやってるけど、一番新しい。じゃあちょっとしばらく休んでください。そうですね、はい、しばらく休憩です。はい、緊張しませんでした？はい、大丈夫でした。もうすごいスピードで、そうですね、はい、緊張しました。はい、はい、まっすぐ正面、そういう時にしっかりとから押したりして、はい、わかりました。ありがとうございました。はい、最高でした。気をつけて、はい、最高の世界に。はい、もうなんかだいぶ良くなってました。一週間はね、外に出る時はこのメガネをして、で今日と明日は外出禁止なんで、うん、はい、家でね、今から4時間会議です。
こんな術後相当良くなると思ってなかった。おということで、明日また検診来るんで、ありがとうございます。ありがとうございました。今、2日目のね、検診が終わりました。視力の方が、なんと、右がね、1.5、左が 2.0。最高の視力で、僕ね、めちゃめちゃ乱視が強かったんですけど、乱視もバッチリ治ったね、レンズになってるみたいです。で、実際、昨日ね、手術終わって、その後ね、豆薬をね、1日4回打たないといけないんですけど、全然ね、なんか特に染みる様子もなく、普通ね、この1週間は、これつけないといけないんですけど、もう全然なんか今日からでも日常に支障ない生活できてる。ということで本当に今回ね、ICL してみて、感想は最高でございます。はい、アピアタワーアイクリニックね、北澤先生、今回お願いしました。本当に先生ありがとうございました。ぜひね、興味がある方はね、この ICL 本当に世界あると思うんで、一歩ね、踏み出してみることを推奨します。全然案件とか関係ないんですけど、真実にね、素直にね、僕の受けてきたあの手術の感想を動画にさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。で次はですね、顕微鏡の光が眩しくなります。かなり眩しいけどね、眩しいんだけど目を閉じないで、ね、その光見てます。今とてもいいとこ見てますが、その位置見ててください。ちょっとチクするけど目を閉じないでね。でこの後ね、ここから今からチクチクしてからずわっと押されます。かなり強くずわっと押されますけど、押されてるけどね、ここがレンジで一番大事なところなんです。ずっと押されてるけど目を閉じないでね。押されてるけどそのままですよ。そのままでね、そのまま。これでもう目の中きれいにね、ずわっと入りました。で次レンズ固定するときにちょっとこうぐっと押されます。ちょっとぶっと押されますよ。ぶっと押されます。痛かったかな、うん、大丈夫、うん、綺麗にね、固定したから、あとは消毒でまた圧迫されます。人間のピッチね、とても順調にいってますので、あとは消毒するともう少しで終わるから、力抜いて楽にしててください。ちょっとぐーっとね、圧迫される感じがします。強く押される感じと時々暗くなりますけど心配ありませんので、まっすぐ正面の、であと最後ね、この薬がちょっと染みますよ。ちょっとじーんと染みてきます。染みる、うん、ね、ちょっと染みるね。最後のね、この薬がちょっと染みるんだけど、これでもう間もなく終わるから、はい、ちょっとこれだけ目閉じないで頑張って正面してて、ちょっと薬じーんと染みながら押されたらもう間もなく終わりですから、そのまま目を閉じないで前に閉じて、上面開いて、まだまっすぐ正面ね、正面ですよ。ではそーっと軽く閉じて、これで2目終わりです。